国はない。ただ空があるだけ。国境もない。ただ地球があるだけ。みんながそう思うさ。簡単なこと。さあ、社会主義も資本主義も偉い人も貧しい人もみんなが同じならば簡単なこと言う夢かもしれない、oh. でもその夢を見てるのは君一人じゃない仲間がいるのさ誰かを憎んでも派閥を作っても頭の上にはただ空があるだけみんながそう思えば簡単なことさあ夢かもしれないでもその夢を見てるのは一人だけじゃない世界中にいるのさ夢 say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday And the world will live as one. ありがとう。コビーです。よろしくお願いします。初めてここで演奏させていただきます。ありがとう。ここは、熊本県、熊本市、県郡、あ、何区ですかね。何区？東区？東区？東区？うん、東区。熊本は、市電がね、路面電車が通ってる町なんですけど。今日は県外の方がどれぐらいご覧になられてるかわかりませんが、その市電の一番、ここは終着駅、ここまで来ると、またもう一つ熊本市中心地と中央区とは違う一つの街が広がっていて、そこのね、
電車から降りてすぐのところでございます。またちょっとコロナウイルスの影響で、今日は配信という形になり、そもそもここで、夏祭りがね、ある予定だったんですが、まあ、これは、前向きに延期というふうにね、捉えておりますので、また世の中が良くなったらここで楽しいことみんなとね、やれるように、今日は、温める一つの作戦としてですね、配信ライブということになっております。コミです。よろしく。夜の匂い、窓を開ければ、街灯が途切れた雲を吹き消した魔法みたいに、愛しい君は今どこに、今君は何してる、愛しい君は今どこに、見慣れた丘に見慣れない月、見下ろす今日の一日を吹き消した、優しく、愛しい君は今どこに、今君は何してる、愛しい君は今どこに、薄明かりさす今宵、風に舞うこの思い、Yeah. うん、薄明かりさす今宵、風に舞うこの思い、Yeah. うん、今君という曲でした。去年夏にちょうど1年前ですね。ちょうど1年前に音源を取りまして、今日はこれは著作権問題が発生するかもしれませんが、急いで歌ったら大丈夫な気がするのでちょっと急いで歌います。その去年撮った音源にはこれを入れたので、そのね、なんとか権問題があるから、そういう CDR で販売してまして、これまで3月から配信も何回か、個人的なものと、こうやって今日みたいな潤沢な美しい機材に囲まれて、させていただく機会とね、やったんですけど、それ見て音源を届けてくださいって言っていただいた方もいらっしゃいましたので、そんな
心ある皆さんよければお送りいたしますので、1000円の CDR5 曲入りでございます。その前に撮った、やつはですね、2010、あ、そうか、それ後で言います。じゃあそれに入れたやつやります。ジョロヤさんの曲でーす。私が着いたのは
ジョロヤダハ。どうもありがとうございます。なんでうんって言ったの今。え？なんかうって、うんって言ったよ。間違ってた私。そうなの。いいこと言う。でも本当、コロナ第2波になって一波からの経験を生かして皆さんそれぞれでされてると思いますけど。さすがに正解がない世界がリアルに来てしまいましたね。除菌をしてもかかってしまったって言われる方もおられれば、同じ席、同席されてもかからない方もいらっしゃるし、でもそれぞれでね、気をつけていかなくちゃいけませんね。やっぱりさっきも太一ジャングルさんがおっしゃってたように、直接会いましょうって最後言ってくださいましたけど、ね、私もリモートも配信も新しいことでとても楽しませていただいてますけど、やっぱり直接はいいよね。直接会ったら楽しいね。これだけはもう皆さんも多分心の中に強く刻みつつあることだと思いますけど、やっぱり人と人とは直接会ってコミュニケーションして、体温を感じたり温度を感じたり息遣いを感じたり、同じスタジオで練習したらこいつ餃子食ってきたなって分かるのも生きてるってことだなって思いましたね。すごくそれを分からせていただけいただいたっていうのはすごくいい機会だったなと思っていますけれども、さっきの話の続き、去年撮った5曲入りの CDR がありますけど、その前に2015年に、そっちはプレスをしました。で、1000枚吸ってやっとね、今年なくなっちゃったんですね、プレス版がね。その前に撮ったやつは10年かかりましたけど、1000枚がね。そこから、まあもちろん人気が出たとかってことではなくて、ライブ本数が増えたっていう必然性がありますけど、5年間で1000枚売れましてですね。で、その録音は実は人吉のね、久保田隆二っていう素晴らしい弾き語りストがいますけれども、彼はギターも美しいし、歌の内容もとても美しい文章を書く男なんですが、彼のね、家で、やりました。どうしても彼の家で、宅録ってやつですか、2枚目のそのアルバムに関しては、作る時の私のメンタルと環境を重視したかったので、その時もね、台風とか来て、高速道路が止まったりなんか通行止めになったりして、ものすごくドラマチックなね、録音でしたけれども、とてもいいものができたと思いました。そして、去年撮ったものには、その5年前のやつはおてもやんという民謡を入れたんですけど、去年撮ったものには五木の子守歌をね、人吉の歌なんです、これ、民謡なんですね、これをアレンジして入れました。で、2015年に撮ったアルバムのことをなんか生きるために売ってたけれども、これを作って歌っているとやっぱり彼らのことが目に浮かぶし、今回の水害でもなるべく災害のことはちょっとね触れないように、私みたいな稚拙な言葉しか織りなせない人間が言える、ことではないので、大きな災害なので私口からはあまりウイルスの話とかもしないようにはしてますが、ますますねこの歌を歌うときに彼らの笑顔が目に、浮かびます。素晴らしい笑顔あふれる大自然がある美しい人吉が戻ってくるようにですね、心からお祈りを込めて歌います。
おどみゃぼんぎりぼんぎりぼんからさきゃおらんどぼんがはよおくりゃはよもどんるおどみゃかんじんかんじんあんひとたちゃよかしゅうよかしゅうよかがおびよかきものおどんがうちんだちゅうて大が泣いてくりゅうきゃ裏の松山セミが泣くおはんセミじゃござらぬ妹でござる妹泣くなよ気にかかる、oh. うん、おどんがうちんだば道ばちゃいけろ人の通る道花あげる花ありがとう。さて今年は私コビーは、関門海峡を越える音楽の旅は控えることに決定しましたが、まあなんかいろいろ生き延びるためにいろいろやってますのでね、引き続き私の SNS あんまり上げないんですけどチェックをしていただきたいなとは思っております。まあ今私44歳なんですけど、あんま年齢言うなって言われたけどいいですよね別にね。37歳まで熊本でねショットバーを経営したりしてましたけども、その時まあ経営する時はすでに音楽やってて少しだけ、まあ、関東3日間とかツアーちょこっとだけ出たりはしてたんですけど、お店を開けた時は、スタッフを育てて、任せれるスタッフができたらツアーミュージシャンになって、全国を飛び回ろうなんてことを思ってたんですが、やっぱり、いいスタッフは独立するぐらいの力がありますから育っていくし、うん、あと女性は恋愛とか結婚とか出産とかがやってくるから急に人生が変わってしまったりするから、ああなかなか自分の思いをこう誰かと一緒にね、みんなの夢をみんなで叶えるじゃなくて私の夢を叶えるためにみんなに協力してもらうっていうのはものすごく無責任な考え方だし大変なことなんだなと思って、それでまあ一人でお店を後半は辞める直前は2年ぐらいはやってたかな。そして儲かってお店がっつり休んでいこうなんて思ったら全然儲かんなくて、おやおやこんなことしてたら私は年を取って足腰が立たなくなって、今ツアーの荷物も20キロまではないけどまあ15、6キロぐらいあるのを抱えて
睡眠もうまく取れない状態で歌を歌いながら、こんな体力勝負やれんのかなと思った時に、よくわからなくなったので、一旦店を辞めることにしたんですね。それで、もちろんバーテンダーという世界も好きなことではあったんですが、これはお店を開けた時に私の夢は叶ってしまったので、なんて言うんでしょうね、こういうのね。燃え尽き症候群みたいな。かっこよく言いたかった。なんとかシンドロームとかあるんだろうけど。そう。それで、体力が続くうちにと思って何も考えずに、お金も貯金もない、借金しかないのに、すべてやめて、旅に出ることに決めたんですけど。それからね、7年間がっつりやりました。とうとう今年も荒れなかったから6年ちょっとかな。そう。でもあの頃より、お店をやってた時より確実に言えることはですね、私は与えられたことをやっているのではなく、好きなことを自分で選んで今やっています。ですから、ものすごく有名でめっちゃ稼いでるとかそんなことはないです。今他のことも中途半端で、何一つプロフェッショナルはないですけれども、確実に私は好きなことだけしかやってません。はい。これに改めて気づけたのも自粛期間中だったなと思っているし、すべての時間を、すべての人たちを妬みなく嫉妬なく、涼しい顔していられるのは好きなことを選んでやっているからだと思ってます。もちろん対価はついてきませんけれども、これからの人コビーって言ってるからもうそろそろ来ると思うんで、よろしくお願いしますね。はい、そういうことを考えたきっかけにもなりました。コビーの唯一の妄想の曲です。エンディングノートという曲です。12時間後に君は死ぬ、急に言われたら何しよう。引き出物のカタログ商品券はあの子にあげよう。うちの猫はどうすっかな、噛むしね。そうだな、それよりまず君に話そう、声を聞かせて。少
しだけ。よし、あと2曲ぐらいいけるかな。嫌っては言わせないみたいな感じ。ごめんそんなこと言ってごめんなさい。皆さんお楽しみいただけたら幸いでございます。私の構成パターンはこの数年はもうだいたいこういう最初が闇のような時間で最終的に明るくなるというような雰囲気になっております。でだいたいいつもあったらこれで終わりなんですけど、最近どうしても歌いたい曲があるので、これともう一個やってコビー犬とタイチジャングルの配信ライブは終了になります。屋根があって壁が息をしてこぼして君といてそれだけで十分さ、虹が見えるよ。寂しさってどこか来るのをみんなに会ってくるの、心の温かさの温度何度ぐらいなの、満たされてますか今、望まれていますか。理想はいつも憧れに似てそして幼くて、でも屋根があって壁があって息をしてこうして君といてそれだけで十分さ、虹が見えるよ。幸せになる権利って、yeah、 みんなにあるのねえ、何が幸せなの、色は形はよくわからないけれど理想なんてないけれど、流れる雲を眺めていたら笑顔が生まれた。屋根があって壁があって息をしてこうして君といてそれだけで十分さ、虹が見えるよ。ララそれでよかったんじゃないか、最後はそこへ行く。いつもどんなに悩んでも悔やんでも行き先はそこへ、行かなくちゃやってらんない。でも屋根があって壁があって息をしてこうして君といてそれだけで十分さ、虹が見えるよ。屋根があって壁があって息
をしてこうして皆さんでご一緒させていただきまして、それだけで十分さ、虹が見えるよ。ララ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 ラ、虹が見えるよ。どうもありがとう。今日は立ってやろうと思ったんですけど、半座りのいい椅子を与えられて、いいですね、これね。半座り、直樹。二分の一倍返しだ。さっき受けるかなと思って。でも、面白くないことも弱腰じゃなくて強気で言うと受けるっていうね、モノマネとかもね、勇気かなと思ってます。太一さんともね、今年はなんかいろいろもうちょっと絡んでいきたいですね。この間太一さんのお家にお邪魔させていただいて、後半何喋ってたか分かんないですけど、私大丈夫でしたかね、なんか失礼なこと言ってないですかね。大体失礼だからね。よっしゃ、じゃあ最後は立って、最初と最後だけ立ちます。行こうという曲をね、歌います。これは説明するほどもなく、歌詞がものすごく短いんです。やっぱりどうでしょう、弾き語りの世界ってすごく退屈じゃないかなと思うんですね。バンド、私バンドもやってますけど、バンドだと言葉を一生懸命聞く集中がなくても、リズム体だったりメロディーだったりでこう踊れたり、楽しくなったりするけど、弾き語りってめちゃくちゃこう集中しないと言葉は何言ってるか分かんなかったりとかするし、私みたいなギターあんまり弾けないタイプの人間は特に言葉を押し付けがちですけどね、だから共感性とかね、音楽とか芸術ってやっぱり共感性がすごい大事じゃないですか。だから共感性をこう募るためにはどうしたらいいのかなって、ちょっとでもこれでご飯食べたいじゃない、コビーはそういう子だから、なんかちょっと言葉をね少なくしたらどうなるのかなと思って、それでみんなの、財産とまで言ったらおこがましいですけど、共有財産みたいなものになったりね、過去を切り取った時にこの私の織りなした言葉がパカッとはまったりとかすると、すごく、永遠に私がこの世から消滅してもめでられる曲に、みんながしていてくれるんじゃないかなと思って、歌は自由なものだと思っています。きっかけは私が、例えば作詞作曲をしたら私が作りますけど、私から飛び出たものは誰のものでもないので、皆さんのものになったらいいなと思って、行こうという曲をね書きました。これを今日は、皆さんのご好意のおかげでこの場所で演奏させていただいた最後の曲にしたいと思います。何があっても誰も一人にしたくないと思っています。限界がありますけど、ですからみんなで一緒に行きましょうね。
の地に雨らしい夏が始まるよ。この街でも本当は本当は本当は伝えたいよ。何度も何度も何度も言いかけた。どうもありがとうございました。熊本県熊本市のコビーでした。太一ジャングル、そしてここは県軍のバー、スタジオジャム。この近くにバー、ジャムもあります。私の古くからの友人がやっているので、皆さんコロナとかいろいろ負けんようにお店利用したり、コビーもご利用ください。何の話。ありがとうございました。お世話になりました。あ、カモンカモン。ありがとう。また会いましょう。スタッフの皆さんもありがとう。